では3本目のニュース参りましょう。王鵬関、親子3代で金星の快挙というニュースです。こちら玉木さんお願いします。これは今になんていうか相撲ジャーナリストの新井太郎さんが、うん、もう今に、日本の大相撲は黄金時代が来ると言ってたのはそろそろ来始めましたね。王鵬だけで大の里とか出ましたね。これ竹越丸山さんのイラスト、うん、大の里強いですね。すごい、うん、もうびっくりしますねこれ。いいですよ、ね、いいですね。それから竹富士もいつもしてる。どんどんこれから本当あの黄金時代が始まりそうだけども、うん、その前になんか大相撲相撲協会は嫌いなやつを追い出しましたね、見事に。そこまで来た。あれちょっと裏知らないからあんまり喋れないけれども、うん、なんかちょっと陰湿な感じがして私は嫌な感じがしてるんですけどね。現役時代の相撲の取り方はあの人は大嫌いでしたけど私は。でもやっぱりあのね、国籍が違うからといってあんまりいじめたりとかっていうのは良くないと思いますけどね。誰のことかは分かってもらえると思いましたけど、どうですか竹さん。ね、でもことが今してその金星も照ノ富士今日も負けてるよねこれ。あ、今日負けたの？今日も負けました。うわーすごい。だからもうある意味照ノ富士もダメだし、うん、今回はだから良くないですよ。あ、もう金星、うん、ばらまいて歩いてますから。はい、ただ本当に若手は良くなってますよね。若手もいいですよ、うん、いい力士たくさんいますよ。もういますよね、楽しいですよ、見てて楽しい、見てて面白いですよ、うん、今回面白いですね、うん、裏も頑張ってますしね。だけどその王鵬はでも調子の悪い、ね、今回霧島も調子悪いですけど、そう今日でも王鵬負けましたよ。負けましたね霧島、うん、それは知ってるんですけれどもつまらん負け方しましたけどもね。勝ち、まあ、勝ちそう。だいぶ淘汰されてくるんじゃないですか。そうですね、まあ、ね、白鵬さんのことに関してはまあ星のカリカリやってたところはみんな。まあまあ、ね、まあまあ、でも今見ていたらもう怪我しないようにそれだけが心配ですね。うん、そうだと思います。